トライアンフドロマイトは、イギリスの自動車メーカーであった、ブリティッシュレーランドのトライアンフ部門が1972年から1980年まで、生産した小型乗用車である。当初は、BMW1600 に、1800に、2002や、アルファロメオアルフェッタをライバルとした、高性能なスポーティサルーンとして発売されたが、経営難の BLMC は、 新しい車体を開発することができず、1965年に登場した全輪駆動の1300のものをベースとしていた。ドロマイトは、クハイワという鉱物の名前でもあるが、社名はイタリアの東アルプス山系であるドロミーティに由来し、1930年代に人気を呼んだスポーティーカーの名称を復活させたものである。 当時の BLMC が発売した新型車としては珍しく、ドロマイトは市場では比較的好評に迎えられたが、メーカーではそれを下級モデルの販売にも利用しようと、1976年以降は1300の後継モデルであった後輪駆動のトレドや1 5 0 0 t c をもドロマイト1300、1500に改名してシリーズに加えたため、それ以降の ドロマイトはトライアンフ製小型セダンの単なる総称となってしまった。1980年をもって生産中止となり、1981年からは日本のホンダバラードをベースとしたアクレームに切り替えられたため、最後の純粋な英国デザインのトライアンフ乗用車となった。最初に登場したドロマイトは 1850HL であった。 その成り立ちは1965年に登場した全輪駆動車1300を後輪駆動に改めて1970年に登場していた大衆車トレドにトライアンフがサーブ99用に生産供給していたサイチェシー 1854cc エンジンを搭載しフロント周りを4灯式ヘッドランプに改めリアオーバーハングを延長して上級者風に化粧直ししたものであった 最初のドロマイトは1 8 5 0 h l 一種類で、1971年のロンドン自動車ショーで発表されたが、BLMC を悩ませた労働争議の影響で、生産開始は1972年10月まで、ずれ込んだ。1850HL のライバルは BM、BMW1602、1802、あるいは、英国車では、フォードコーティナ 2000GXL などであったので、 装備は充実しており、木目張りのダッシュボード、充実した軽機類、厚いカーペットや上質なファブリックシートが標準装備となっていた。最高速度は時速 160km、0から60マイル加速11秒という性能は当時のスポーティセダンとして十分なものであった。まもなくオーバードライブもオプションで装備可能となって高速巡航はより快適なものとなり、 三足オートマチック仕様も追加された。1850は1980年までに79,010台が生産された。ドロマイトの性能はこのクラスとしては十分なものであったが、BMW2002 チやアルファロメオアルフェッタのような高性能な輸入スポーツサルーンには立ち打ちできず、市場でもこれらより格下のモデルとみなされた。 これらに対抗する高性能版として1973年6月に追加されたのがスプリントであった。ローバー P6 の設計で、名高い名エンジニアであるスペンキングが開発したエンジンは、サイチェシーながら、カムシャフトとロッカーアームの巧みなレイアウトにより16、バルブを駆動するという当時としては高度な設計で、1988、 CC ツインキャブ付きで127馬力を発生この英国の量産車では、初めての16バルブエンジンによって、ドロマイトスプリントは最高速度時速1 9 2トル0から60マイル加速8.4秒の高性能車となった。この高性能を支えるべく、2000、2500及び TR6 のギアボックス、リミテッドスリップデフ、強化型ブレーキが与えられ、 外観もアルミホイール、レザートップ、フロントスポイラーが装備され、1850HL と区別された。1850HL 同様、オーバードライブ、そして当時のスポーツモデルには珍しく3速オートマチックも選択可能であった。当時の英国での新車価格は1740ポンドで、これは BMW2000 日より1000ポンドも安く、市場からは好評に迎えられた。 1976年にヘッドレストやラジオ、1978年にフロントの合わせガラス、1980年にはリアノフォグランプが標準装備となるなどの改良を受けつつ、22,941台のスプリントが生産された。スプリントは1974年から1978年までイギリスツーリングカー選手権に参戦、1974年には メーカーチャンピオンとなり、1975年にはアンディ・ローセがドライバーズタイトルを獲得した。彼とトニー・ダロンは、1974年のスパフラン・コルシャン24時間レースでの総合5位も獲得している。1976年3月、それまで前後が短いボディを用いてきたトレードと寸法はドロマイトと同じながらフロントグリルが異なり、 リアガーニッシュを持たなかった 1500TC にも、ドロマイトと同じボディが与えられることになり、両車はそれぞれドロマイト1300、ドロマイト1500と解消された。この結果ドロマイトシリーズは、各型二等式ヘッドランプ 1296cc の1300、1493cc の1500、4等式ヘッドランプを持ち、従来の 1850HL と、 同様な装備を持つデラックス版の 1500HL、そして従来からの 1850HL とスプリントという車種体系になった。オーバードライブと三足オートマチックは1500以上で選択可能であった。1976年から1980年までに32031台の1300と721台の15 1500、1500HL が生産された。 1980年8月、トライアンフを長年生産していたコベントリーの寒冷工場の閉鎖に伴い、トライアンフスピットファイアと共に生産を終了した。ありがとうございます。